それもね。その代わりライターのことは考える。ものすごい考える。ライターのことは。常にライターだよ。もうとにかく。どうしようどうしよう。そう。一日中考えてる。もう本当ね。どうすればもっと火が出るんだっていう。これも前も話したかもしれないけど、まあおさんライターね、タバコ吸いますからライター持ってるけど、前はずっとまあ100円ライター、いわゆるね、あれを使ってたんですけど、もうここ、どんぐらい2、3年ですかね。ぐらい前から、いわゆるこう安全のね安全性というものがあってね、子供があんまつけれないようにというのがあって、いわゆる改造できなくなっちゃった、100円ライター火をブワーっと本当大きくしたいんだけど、それができなくなっちゃった。あれは優作さんがね、探偵物語でやってた、あれは100円ライターじゃないんですけど、それはね火をでかくするやつね、それはまあ改造するとできた。俺もだから昔は100円ライターで最大にしてよくやってましたよ。探偵物語をやったら、ふわーってね。で、それもできなくなって。で、大津さんは、いわゆるその、ちゃんとした、こう、高いライターですね。ジバンシーとか。だっけ？ジバンシー、デュポン。デュポンとか。なんかもうそうなんですね。まあまあまあ、ああいう、なんだ、一番有名なの。一番有名なの。ダンヒル。ダンヒルじゃなくて。まあまあ、ちょっと形式違う。カルチェ。カルチェとか。うん、まあ、ジッポとみたいな、ああいうこう、ああいう使い捨てじゃないライターをやるんだけど、うん、そんな中、その、あれ、優作さんがやってたのってあれはね、俺も探偵物語よく見んだけど、うん、ちょっと変わってるんです、毎回。あ、そう。毎回っていうか、うん、同じではない。同じではない。で、それはね、多分ね、ジバンシーはあると思うんだけど、うん、あのタイプはもうないですね。で、うん、後半、電子ライターなんですね、どうも。要するに、石でつけてんじゃないんですよ。はいはいはい、で、あれを探してるんですけど、うん、なかなかね、今、それで、しかもその、まあ、言ってみりゃそういう高級メーカーのライターって、うんうん、もう、だから俺、ここ1年でライターはもう50個ぐらい。口どころじゃねえってあるし、こいつんち行くとさ、高級ライターが作れるバラ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 、もういっぱいあるわけよ。しかもガスもね。もうなんだろ、ガスボンベがもう、もうもうさ、置いてあってね、ソファーの上がさ、お前はテロリスト。本当に、本当にすごいんだよ。うん、意味わかんないからね。一個高いんでしょ、そんなの。結構。いやー、そうでもないです。そうでもないです。だけど、それがもういっぱいあるの。全く使ってないの。はい、ね、うん、もらって、まあ、もらったよな、8万いくらとかですからね。そのぐらいです。だからもう、ここ2、3年で、ライター代だけで数十万使ってますよ、こいつ。信じらんないでしょ、そっちの方が。20年でくっつく。っていうのは、なぜかというと、今、安全性がね、良くなっちゃって、要するに、ブォーってね、出ないの。でね、出なくていいんだよ、だから。最初のうちはね、調子よく出てたけど、だんだんね、それ出なくなってきちゃう。うん、それでね、いろいろ改造したりなんかしてんだけど、うん、やっぱね、その、一番重要な部分は、ね、やっぱなかなかね。で、テレビ局のスタッフに相談して、その小道具さんにね。どんだけ一生懸命なんだろうね。ダメです。もう散々やってもらっていろいろ預けて、ライター。いやー、ちょっと無理でした、とかっていうのもあり、だおそらくね、あれ、あの時点で、だから、探偵も、まあ、探偵物語の多分、道具の人が、多少いじってんのかなとも思うんだよね。うん、それがあの時は、あったかね。ああいうものがあって、ね。で、俺が今ようやくたどり着いたこのライターが、これがもう3000円くらいです。これ安い。うん、これは、ブォーって一応、要するに昔の型なんでしょうね。うん、あんま考えてない安全性みたいなのはね。ただ、これ出るんですけど、うん、小さいんですよ、ライターが。薄っぺらくてね。うんうん、だから、ガスが、だいたい、5本吸うとなくなります。燃費悪すぎ。常に、もう本当に、ガスボンベを持ち歩いてます。もうさ、意味わかんない。ええ、それこそ、なんなの、誰もそれで、別に、超食いついた人もいないでしょ。危ないぐらいはあるかもしれないけど。もうそれこそ自己満足ですね、大津さんのね。ああ、そうです。別に、ね、僕は、これがもう勢いよく出ないと、もう憂鬱でしょうがない。いや、だからその支えがね、大津さんを車朝、家の前に乗っけて、現場に着くまで、大変なんです後ろで大津さんが、ずーっと、出なくなっちゃう。チッとこうやって火つけ、ガシッと。ずいぶん勉強しましたよ、ライターのことで。つかない、くちゃ、つっ、
つかないっていうのを1時間やり続けたらしいんで、この間ね。そうですよ。支えは何も話しかけることができなかったって。親指が痛くない。当たり前だよ。うん、すごいね、ほんと。それで、うん、なんでその次はつくと思ってんだろうね。そういう時があるからね。でも、もう途中で諦めない。10分ぐらいで。諦めない。1時間ぐらいやったんでしょ、これ。ずーっと。で、それはね、なんでかって言うと、石の問題だったんです、実は。だって満タンなんですからね。うん、で、だけど、つかない。でも、石は、ちゃんと火花散ってるんですよ。うん、でも、つかない、うん。っていうのは、火花の散り方が、うん、石が、要するに、短くなるでしょ。どん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 ね。うん、そうすると、こっちの押していくバネが、うん、要は短くなると、その力が弱まるんですね。うん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 、それで、火花の散り方がちょっと足んないだけでつかないんですよ、もう。はあ、最大にしてるから。うんうん、それで、支えに預けて、支えが、これをね、石を二つ重ねるという技を発見しました。これでバッチリ。ああ、よかったね、それ。だ今んとこバッチリなんですよ。これ、今んとこあれからまあ3週間ぐらい経ってるのかな、うん。調子はまあ悪くないんですけど、いいただし、その石の途切れ目がいつ来るのかっていうのは、僕は今の不安です。一番の。え、それでももしまたすり減ったらまた石をそこに。で、果たしてそれでいいのかどうか。ああ、うん、そこで初めてちゃんとわかるわけ、ね。ちゃんとわかるわけ。偶然かもしれない。っていうのは、これ石使い切るときに必ず挟まるんです。このライターの石っていうの、うんうん、使い切るときに変な欠片になっちゃって、うん、必ず挟まる、うんうんうん、すると回んないみたいなことになるわけ、はい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 、それをどうクリアするのか今石が二連になってますこれちゃんとバトンタッチしてくれるのかな、ないわそれこそそれこそ興味ないわ早めに石を交換したらいいんじゃないですかあのその欠片になる前になるべく早めに先に交換してみたら。できない、それが。できない、できない。無理ってこと？出てこない。出てこない。うん。っていうのは無理やり入れてるんです。最初の石を。ああ。実は。じゃあ逆に言うと今ガチッと、無理やりだから。ええ。実は幅がちょっと太いのを入れてるんです。で、これはもう無理やり押し込んだんですね。うん、だからもう今更これ振っても出てこない。もう壊れるわ、もうそう。だったら。振っても出てこないんです。いいわ、もう、大津さんで。ないもん。わかんないじゃないですよ。だから、これは、本当は早めに交換がいいんですけど、はい、これに合う石がまだ見つかってないんです。うん、っていうのは、地盤石とかの、うんうん、ああいう純正の石しか、うんうん、僕石もすごいありますけど。これパチンコ、景品、あ、医療会場持ってったらいくらなんじゃねえのこれっていうぐらい、はい、医療会場のおばちゃんかっちゅうぐらい持ってます、はいはい。持ってますか。ああかなり出たね。わかめでくくっちゃってね。わかめでくくっちゃって。あれですよ。あんなのがいっぱいあります。はあ。それこそ意味がわ